別に今日は出なくてもいいんだけど、ミーティング週3回に分けられてるから別に今日出なくても今週あともう1回あるからそれに出ればいいんだけど、一応そのミーティングがあるごとにアラームかけてるからアラームが鳴ってしまいました。すいません、ちょっとマナーモードにしてたんですけど、アラームってマナーモードにしてても鳴っちゃうんですよね。すいません。前回も出てないの？え、出たよ。ミーティング楽しい。ミーティングは楽しいよ。みんなと話せるからね。多分ミーティングを楽しいと思って出てる人多分いないと思うけど。この世に。おじゅはミーティングでちゃんと話聞くタイプ？聞かないとダメだね。話聞く聞かないじゃなくて、聞かないとダメだから聞いてるね。ミーティングも仕事のうちだからね。遅刻したり話聞いてないっていうのはちょっとダメですよ。どうですよ皆さん。ウィスポのミーティングわちゃわちゃしそう。いやでも意外とあれだよ、運営さんが喋ってることが多い。ミーティング結構時間限られてるから、じゃあ例えばミーティングが7時半から8時まであるとしたら、その8時から配信入れてる人もいたりするから、だから時間内に終わらせないといけないから、その喋って話遮ってミーティングを遅らせたりするのはなんかあんまり、ちょっとその配信がある人とかに迷惑かかっちゃうから、ちゃんとねみんな普通に話聞いてると思う。だから偉い、みんな偉い。